はい、どうも、アウトロイハイです。本日もよろしくお願いします。今日はね、侍ジパン勝ちました。よかった。危なかった。本当にね、最終電車にギリギリ乗り遅れずに間に合ったみたいな感じでね、本当最後ギリギリね、危なかったですけど間に合ってね、4対3で、勝ちました。本当よかった。まあ、細かいちょっとところは走るんですけど、今日はね、相手の先発、巨人のメルセデス投手ね、もういいピッチングで、内角外角ね、しっかり、コーナーついて、コントロールが良かったですね。で、まあ、侍ジャパンはね、素晴らしい打線なんですけど、その打線を切り切り前にしてたっていうことでね、本当にスケール隙を与えないね、素晴らしいピッチングでした。まあ、正直、ドラゴンズファンから見ると、各球団のね、素晴らしいバッターが集めた侍ジャパンで打てないんだから、まあ、ドラゴンズ打線も打てなくても仕方ないのかなと思ってしまいますね。結構メルセデス投手とドラゴンズ当たってると思うんですけど、まあね、ドラゴンズ打線に攻めるのもちょっとあれなのかなとふと思ってしまいました。そんなことはさておき、1点ね、村上選手のファーストゴロの間に1点入りましたね。あそこでキューバの、守備がね、ホームに投げて余分にセーフで、アウト1個を取らずにまたホームで投げてセーフになってしまったとか、結構守備がね、雑いとこがあって、里崎さんもおっしゃってたんですが、やっぱりこうラテン系の選手なので、おいおいみたいな感じなんで、まあ、勢いがあるときはすごいね、ブワーって強烈なんですけど、日本みたいにこう細かいね、一つ一つの基礎っていうかことはできないっていうところが差だと思いますね。だからそういうミスを日本がついていくっていうのが大事だって里崎さんも言ってましたけど、まさにね、まあ、引用してくる形で申し訳ないですけど、その通りだと思います。やっぱりこう日本のね、いいところは、守備ね、守備の良さっていうね、一つ一つのプレー、基礎基本ができるっていうところが、いいところだと思います。それをね、ドラゴンズは、特に打線においてね、できてないので、まあ、ぜひ見習ってほしいって言い方もおかしいですけど、まあ見習ってほしいですね。ね、4番に元巨人のサンフランシスコ選手ね、5試合ぐらい確かね、シーズン昔ね、巨人に来てすぐ消えてったんですけど、まあ体型の方は結構ね、大きめなんですけど、しっかりね、ヒット2本ぐらい打ってたんで、まあさすがだなと思いましたね。あと、元中日のね、バルデスおじさん、ラウル・バルデスと、アンダーソン・エルナンデス、確かエルナンデスはコーチだと思うんですけど、バルデス投手ね、見たかったですね。あの手投げ感がすごいんですけど、パン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 ね、感覚が、投球感覚が短くて、ストライクパンパンとってね、一時期、確かオールスターにも選ばれたぐらいね、素晴らしかったです。年齢も当時41歳とか、もうまるでおじさんって言われてたぐらい年だったんですけど、でもそれでも活躍してたんでね、ほんと当時ね、ドラゴンズの、まあ、暗黒期をね、ずっと見てたので、まあ思い出しましたね。こう打線がその時にね、打てなくて、ワルディス投手になかなか勝ちがつかなかったっていう、その中でもね、しっかり投げてくれたことをね、懐かしく感じました。はい。ということで、ギリギリ、まあ、打ってね、なんとか、もう最後ね、満塁で坂本選手が普通ね、こう、緊張感ある場面で、こう、初球とか見逃すんですけど、ドラゴンズ打線とかも。さすがね、巨人のショート坂本。何年もね、経験、レギュラーやってきた選手ですよ。まあ、初球のね、球をしっかりセンターオーバー。やっぱ、ああいう舞台でああいうことができる度胸があるっていうのが、さすが巨人のね、一員だなと思います。ドラゴンズの選手できっとあそこの場面だったら、初球見逃すんじゃないですかね。多分。ああいうとこをね、本当にドラゴンズ打線、直していってほしいです。与田監督がね、大島オーナーに、前半戦の振り返り話してましたけど、まあね、もちろん厳しい現実ですけど、大島オーナーの発言見てても、まあさらさらね、補強する気はないなっていう、そこもね、問題なんじゃないかなと思いますね。全て与田監督、まあ、もちろん与田監督が良くないところもありますけど、チームの補強という面で、協力できてないなっていうところは、事実あるんじゃないかなと思います。そして最後に、今日ね、巨人の先発のメルセデス投手の後の先発ピッチャー、投手、後の中継ぎ投手が、まあ、里崎さんが言ってたことになるんですけど、本当にね、投手の格が落ちていったっていうのがね、まあ、侍ジャパンからしたらね、助かった部分なんじゃないでしょうか。やっぱ最初にいい投手が投げてて、だんだん終わりに行くにつれてね、いないってなると、まあ、侍ジャパンとしてはね、チャンスでしたね。まあでもそのチャンスをしっかりものにしていくっていうところは、さすがだと思います。まあ、国際試合の相手のチームを見ていくと、やっぱり、今日はたまたまメルセデス投手がいい投手で先発いましたけど、あんまりこう、
投手でこうエースみたいなチームがっていうよりは、打撃がすごいチームの方が多いと思うので、日本はね投手が良くて打席もいいので、まあしっかり先発の試合作って普通に打っていけばね、全然勝っていけると思うので、そこは安心できるんじゃないかなと思います。今っていうかさっき知ったんですけど、確か日本ってあの予選リーグ全敗でもあの決勝トーナメントっていうかトーナメントに進出できるみたいなんで、なんかその制度何なんだろうと思うんですけど、なんか意味あんのかなって思うんですけど、まあね、やるからにはね、全部ね全勝してほしいです。はい、ということで本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にね、今日山本投手がいいピッチングしている中、青柳投手に変えて結果打たれてしまったんですが、私はね、山本投手、まあ、変えなくてもよかったんじゃないかなと思うんですが、まあ、青柳投手にああいう場面で、今後の戦いでね抑えてくれるといい中継ぎになると思って変えたと思うんですが、稲葉監督は、皆さんはねどう思いましたか。コメント欄にぜひ意見お願いします。それではまた、次のメキシコ戦かなでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。やっぱ中日よりは侍ジャパンの方が打線上だな。当たり前だけど。